こんにちは、速稼塾の久保でございます。YouTube のチャンネル名なんですけども、チャンネル名がね、何を意味しているのかってことが分からなければあんまりね、効果出ないと思うんですよ。まずそこでチャンネル名のね、付け方を掛け間違えると、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、100均チャンネルとかやったらどうですかね。もういろんな100均で買えるものが予想されると思うんですよ。あとは野球大好きチャンネルってのもいいと思いますし、その中でも阪神タイガースマニアックチャンネルだったらどうですかね。もっと言ったらですね、他にもいろいろあるんですけども、まあ、ちょっと話題がびっくりするかもしれませんけども、近親相関チャンネルって言ってね、近親相関だけを話題にした YouTube チャンネル、これももうすでにチャンネル名で選別がされるんでね、ターゲティングができてるんで、自分好みのユーザーさんを獲得することができると思うんですよ。まあ、ですんでね、ちょっともわっとしたチャンネル名とか、なんか横文字ばかり並んでるとか、そのタイトルでね、内容が想像しにくいようなものっていうのは、私あんまりね、つけない方がいいんじゃないかなと思います。それこそかなり強いコンテンツを作っていかないとファンが伸び悩むと思うんですよ。で、私の隠居 TV ってのありますよね。隠居したい方のため、隠居してる人はどんな暮らしなのかな、もう隠居ということなのかなと思いますし、あと私はね、なんていうんですかね、その多くのチャンネル登録者数を呼び込もうと思っているわけではないっていうところもあるんですよ。もう本当にね、コンテンツの内容で来ていただける方とか、それ私の発信の、まあ、波長が合う方ですかね、そういうことを狙っているっていうところがありますんで、チャンネル登録ね、1000とか2000とかまだ行ってないよと、目指したいよ、影響力強めたいよって方は、私のようなチャンネルを、なんかね、見本にするんではなくて、できればね、このチャンネルではこのテーマについて語ってるんですよってことが分かりやすい、そのお店の看板みたいなもんですよね。なんとかベーカリーって言ったらパン屋さんじゃないですか、田中バーバーとか言ったら床屋さんじゃないですか。そういうふうに店名だけで、タイトルだけで何を与えてくれそうなのかってことが分かりやすいものをつけた方がいいと思いますけどね。 YouTube のタイトルとしてはお店の看板と同じだよってことをね、イメージしてあげればいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにですね、社名も一緒なんですよ。会社名、私の会社広島観光事業株式会社って言いますけども、観光事業に関わってそうな名前でしょ。飲食店じゃなさそうですよね。それから夜の街っぽくもないですよね。バス会社なのかなって気もするし、飛行機を扱ってるのかなって気もするじゃないですか。観光っていうものがね、ついてることによってイメージがつきやすいってことになっております。ということでね、今回は YouTube のチャンネル名についてちょっとお話してみました。そうですね、以上ですかね、今回は。はい、いってらっしゃい。